心拍崩すわ、ね、崩すこれ挿し木これはね、あの挿し木か取り木か挿し木かよくわかんないけど、うん、根っこを伏せてるんだと思いますよ、これ。そうですよね。で、ここが幹になってたね、はい、で、これが枝だった。それを横に伏せてると思うんですよ、これ。根面なりっていうね。そういう形です、これ。で、作り方は上外してみないとわかんないですけど、はいはい、だいたいこう、これが一本の木、うんうん、で、寄せみたいな感じなんですよね、これね。なるほど。そういう形で作っていきます。ちょっと面白いんじゃないかなと思って、根っこどうなってるか、ちょっと上で崩してみますから、これ。はい。どうなってるんですかね。どうなってるか、ここで止まってるのかな、これ。あ、ここまでだ。あります。これがこうずーっとこう来て、こうなって、ここで終わってるね、はい、こっちはここまでだね、これね。そこはこれでずっとこれこうつながってる、これがぐーっとこれ、ほら、これがずーっとこうつながってるんですよ、ここに来てる、うん、面白いですね、うん、植え付けるときにはここの根っこちょっと出しておきますから、土、はいはい、ちょっとこう下の方と整理してみますから、はい、こう足元出してきますから、うんうん、これ上の方はあの土から出すから、少し根っこ、上の根っこ取りますからね、これ。だいたい形ができてきたでしょう、ね、うん、そうですね。ぐわっと曲がってるんですね、ここね、うん、そう、うん、鉢に入れればいいんだ面白い形だ。そうですね。こんなとこまで、あ、ここで切れてる、うん、ここまでだよね。ここで切ってそうだ、植えたんだ。これ多分ね、あの幹をこう斜め倒して、はい、これで枝だけこう出してるんですよ、片方の枝取っちゃって、で土の中埋めてて、根っこが出てきてる。なるほど。あと水で洗っちゃうから、はい、うんうん、土ってあんまり落とせないですか。これは後で植え付けるときね。植え付けるとき、はい、表面はやっぱりこっち、こっち、ここね、これね、こうで向いてね、うん、そうですね、うん、それかこれでも、うん、奥行きを出す、うん、あ、いいかもしれない。奥行き出す、これちょっとおかしいかな、うん、なんかいろいろできそうですね、いろいろできる、これ、うん、ちょっとこう高さ変えてもいいし、あ、スタンダードはこれ横だし、真横だから。そうですね、これね、これ高さ変えても、うん、と乾かしてね、はい、葉っぱもいいですよね、うん、端もいい、これ、そうそう、うん、あれ1秒の端だから、私は一回磨くか、これ汚れてるとこね、ブラシかけます、うん、これが主木になるんですかね。そうだね、全面こ正面したらこれだね、うん、持ち上げる、こんな感じで。根が大丈夫なんですか。でも大丈夫だ、これ下こうって石つけてもいいやな、これね。あ、なるほど。これとこの2段、うんうん、普通に鉢入れんだったらこうだね、ちょっとこう上げた方がいいかな、これ、ね、作れるかな、これ。苔を取ってんですか。汚れ、うん、汚れを取ってる。汚れワイヤーだとこう皮むけちゃうからね、今ね、うん、綺麗になんないな、これちょっとワイヤー持ってくるわ、これ。あ、こっちもいいや、うわ、むけちゃう、これ。あまり硬すぎて。正面こっちかな。これ正面こっちですか。何年ぐらいですか、刺して。結構経ってるよ、これ。1年、2年じゃないと思うよ。そうですよね。こういう刺し方も面白いですね。うん、こうやってみるみたいな。太いの。なんかそうね、いいやつ。これ巻いてるからは。いいっしょ。ほら、そうなのか。
金松市だ、ほら石か、石、石だ、うわこれ石がいっぱい入ってる、これめちゃくちゃ入ってる、差し切りにいいんですかね、これ石入ってるな、ハサミがダマになっちゃうね。すごい根が、すごい ね5、6年経ってんのかな、土が入ってる、石ばっかりだ、これ石ばっかり。すごいな、すげえな、これ。うわ、そういうやつ、これじゃちょっとそろそろ、これじゃでっかいかな、こういうやつでも、うんうんうん、逆だこれ流れが、こうか、そうですね、こうだね、あ、いいですね、この辺にまたなんか長寿梅かな、ちょっとビニール巻くね、はい、でかい？これ安いよ。これ。入るかな？かな？こっちにこう流せば。ちょっと縛っちゃったからね。このぐらいになるかな。ああ、そんなになるんだ。ですね、棚子を作っていきたいですね。うん、これしますか、じゃあ。そんな高くないですよね、きっと。それが怖いっていう。クレイになっちゃうね。うん。面白そうですね、ここの空間に落としていって、うん、こっちもこっち寄せちゃったよ、こう空間使ってくれ、そうですね、うん、これがいい味出そうですね、これね、ちょっとここ奥行き出してるから、うん、これいいよ、面白そう、これ、針金が今はここだから右回りか、はい、全部同じ方向にあの揃えていかないと、うんうん、かっこ悪いですから、ね、ここ右回り左回りになっちゃったら、はいはい、だから全部こう右回りできるさ、全部右回り、はい、いいや、かけ終わった、はい、形作ってきますから、はい、こうか、うん、なんね、ですかね、これぐらいでいいか、こうだ、ありゃ気分なくなった、それう
針金かけたけど、あの、うん、植え付けてからもう一回形整えますから、ね、植え付けちゃいましょう。そうですね。連れてないから本当だ。この時点で結構見違いますね。なんか全然最初と違いますね。これ絶対に水ゴケ貼っとかないと土みんな流れちゃうから。そうですね。
こうグループして、一つのグループでループ、うん、奥行き出すためにこう立てて、立つ、これが前枝だ、はいはい、今思いついたんだけど、うん、これを擦っちゃってもいいかなと、しなく埋めちゃって、はい、でこれまたこう伸ばしてる、ここで寝伏せ、うん、そうそうそう、こう埋めちゃって、でここ根っこ出すでしょ、はいはい、でまたこっちの方にもこうってこう立つくとか、へえ、そういう作り方もあると思う。なるほど。それやっぱここ削ってあれですか、こうそう、もうちょっと根っこ出てくると思う、発根剤かなんかつけとけば、削って、ああ、なるほど。ただ今はあのこの形でいいと思う。ちょっとこう、ね、あの新白らしくないかもわかんないけど、林の感じで、うん、もう木がこうまっすぐ立ってるって感じ。なるほど。ジオラマ感ありますね。いいと思うですね。でちょっと水かけます。はい。ネツラナリってわかるように、うん、このこれ出してますからね、ここずっと、はいはい、これが。根っこがこう全部つながって、うん、ここからあのそれぞれ枝が立ち上がって、あ、木が倒れて、で枝がこう立ち上がってきて生きてるっていう感じです。なるほど。あんまり見ない形ですよね、うんうん、そう、根つらないって今あの前図書ではよくあったんだけどね、今ほとんどあの見ない、こう根つらないって見かけないね。なるほど。この曲がってるのがなんか高さがあっていいですね、立体感が、ここと低いとこと高いところがあるから、うんうんうん、一体感出てる。そうね。あとあのこれ図書なんかだとね、こうね、あの枝をこうぐりぐり、幹をぐりぐり巻けて、うん、こういうとこに入れて、でこういうふうにあの枝を幹にしたんです。そういうやり方もある。そういうやり方。あんなね、埋まってた素材でもこうやってやると、うん、これってね、ちょっと変わった形になってる。そうですね。形作るとかっこいい。あとでこれあのちょっと土がね、あの流れそうなんで水苔貼りますから、水苔最後に貼って、水苔探すでこれいいよ、これ面白いですよね、うん、こっちからだ、うん、後ろから見ても、ね、後ろから見ても結構いいんですよ。あ、これ中が仕込んどきますよね、そういうやり方もあるんですね、うん、苔張るときはこういうふうに張っていいんですよ、はい、この周りは土が、苔があればね、いっぱい内側に水苔を入れていく、これで土の流れ止めです。ああ。あと保水力、保水ですね、うん、保水と土の流れ止め、うん、今後はこれどうしていくのがいいですかね。夏の手入れは芽摘み、水み、うん、芽がここも伸びてくるから、うん、こう一個ずつこう、こう例えばこれ飛び出すでしょ、これは、うん、これ飛び出してなったらこう進んでいく、うん、芽摘みですよね、うん、でどうしてもね、こう先の方が強くなるんで、うん、先の方の葉っぱを少し減らしてもいいと思うんですよ。なるほど。それとこっちはあの葉っぱの勢いが全然なくなっちゃう、元の方が。であと肥料ですね。肥料。これこのまま伸びてきたら、うん、ここまっすぐのままでいいんですか、いつかガラッと変える。それ今の状態がこれが一番いい。そうですね。あの心拍らしくはないけど、うん、これの状態でもいいと思うんですよ。なるほど。あんまりぐちゃぐちゃいじんないで、うん、なかなか心拍でこうまっすぐなんないですもんね。そうそう、こんなのはほとんどないはずだけどね、うん、心拍の根面なりっていう形で、山の厳しさっていうのはちょっと表現してないけど、うん、これでいいと思うんですよ、こういうのあっても。わかりました。です、ね、これがいいですね、効いてますね、うん、これね、うん、これからまだまだね、あのシャリが全然入ってないし、そうですね、ここにまた今度シャリ入れて、うん、ね、そうですよね、いろいろ楽しそう、まあ、この先がこれからの木ですよ、ね、うん、こういう木が今までなかったから、うん、新鮮。価格的にもね、これそうですね、うん、全然作りやすいかな、初心者でもできる、うん、この状態で売ってたらあの値段じゃ買えないですね、多分ね。面白い。バックパネル入れてみるか。バックパネル、ええ、あ、こうやって取るんですか。そう違うでしょ、ね、そうですねなるほど。これはあの抜きやすいです。OK。はい。
バックバンド。これでみんな撮るんですか？うん、作品展。これ違う違う、あのもっとでっかいやつだ。ああ、そういうの。1m83。それ何ですか、素材？これはあのホームセンターで売ってるやつだよ。塩ビの。あ、プラバンみたいな。うん、つなんかテープで貼ってる。